っていうところでフェスティバル的な、踊りの方も考えました。でこちらのテーマなんですけども、タイムリープ、昔から、まあ、親からこうやってどん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 世代が引き継がれると思います。これを、タイムリープしてその時の時代に沿った踊りを、演舞の方させていただいております。ぜひこれは近くに来ていただきたいので、ステージの上のお客の皆さん、通路とか本当もない、あれはできない紅白みたいに通路で踊りたいはい、真ん中に一つ線の子とかもぜひ踊り込みなさい。で、これはすごい簡単な踊りになっておりますので、タオルとか最下層イメージして振り回す、もう一段イメージになっておりますので、ぜひ楽しんでいただければと思っております。すぐに花を持ち寄るので、素材を結んで、これから後世に咲くっていう意味なんですが、留学生の皆さんとか家族の皆さん、この通路でどうぞどうぞ、そんな後ろ行かないで、盛り上げる気持ち大事なので、クレーさん、はい、通路の奥まで全部で家族の皆さん、この間教えたので大丈夫だと思います。これは本当にみんなで楽しんでもらえる踊りになります。それでは楽しんでいただければと思います。本当に話しかけてください。夏も前の中心からイベントなので、最下祭をご覧いただきます。それでは参ります。最下花山Thank you.
はい、タバキレットの総務でした。はい、その場でお願いします。その場でありがとうございます。